今月のチャレンジはですね、ここ新宿ワシントンホテルの1階にあります、ザウオ新宿店さんにお邪魔しています。というわけでここでチャレンジして釣った魚を今週は食べるということで、楽しみ、じゅるりじゅるりいっぱい釣ったんでね、もういろいろお刺身やら唐揚げやらいろいろになってるのを待っています。はい、このお店はですね、福岡博多の方から来たお店ということで、だから釣ってんしゃい、釣り船茶屋なんだと思って納得。釣ってんしゃい、すごい楽しいです。こう祝い締めとかやってもらってすごかったですね。来ました。どうぞ。すごい、ね、すごい。まずははいはいのいい気作り。わあ、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、すごい2機目ね、はい、ゲットしていただいた塩焼きですね。開いてある、はい、食べやすいように開いてございます、はい、ありがとうございます、はい、すごい、初めて見た。あんな可愛かったヒラメちゃんがわあ、こういう姿に。ヒラメの唐揚げです。身になってしまった私、ポン酢を入れます。ここポン酢ゾーン。博多のお醤油、甘めなんだそうなのでちょっと興味があります。お醤油ゾーン。あとは煎り酒、聞いたことないので使ってみようかな。へえ、海のお塩、美味しそうですね。これ使ってみようかな。はい、準備ができました。というわけで、それでは、いただきます。どうしよう。いただきます。こんな自分で釣って食べるなんて初めてなんですけど、はい、塩、刺身塩で食べるの初めて。いただきます。私が釣ったなんて思えない味です。博多のお醤油使ってみます。あ、わさびこれだ。なんか身の回りにわさびダメな人多いんですけど、美味しいですよね、わさび。いただきます。醤油、ほんと聞いた通り少し甘くて色は濃くて美味しいです。というわけで次は塩焼き食べてみたいと思います。どうやって食べるのかな。えい、ペラリ。皮食べれるんですかね。えい、えい、おいしょ、よいしょ、よいしょ。塩を少しつけて
ただきます。何やってんの私、塩焼きなのに塩つけてしまいました。でも美味しい。お魚好きなんですよ。焼き魚は基本ですね。美味しい。でも食べさせてあげられないです。いただきます。美味しい。本当に美味しい。普通に美味しい。ではカレー、違った、ヒラメ、ヒラメですよね、間違えた、ヒラメに行きたいと思います。ヒラメはポン酢で食べるのが美味しいそうです。大きい、すごく大きい。割って食べよう。えい、というわけで、このもみじおろし乗っけて、ポン酢つかめなくなった。いただきたいと思います。この船の上で食べる、周りには魚が泳いでる、いい。ちょっと皆さんぜひ釣って食べるべきですよ。このお店は東京だと新宿のワシントンホテルにしかなくて、あとは本店が博多で、神奈川とかなんかそういうところにあるらしいので、ぜひ調べてみてください。なんかホームページが面白いことになってるらしいので。食べれますか？美味しいですよ、お魚。肉も好きだけど魚も好き。さっきまで生きてたんです。ついさっきまで。でもお店の人も美味しく食べてあげればっていうことを言ってたので、美味しくいただいてます。食べて、もちろんお店じゃなくても普通に釣りして食べて楽しんでください。今回のチャレンジは大成功です。というわけで、来月もまたいろんなところに行って新
私がチャレンジしちゃいますので、それをお楽しみに。それでは私は続きを食べたいと思います。